俺は有利と優勝したい。この大会で全てを出し切って。せやけど、天下一品優勝さしたら、町から花のあるスターが生まれて、劇場も町も潤うって。さないうまくいくんやろか。そらもう、せやからお客さんの中でも話の分かりそうな人らにこうしてお願いしてるんやないですか。アンさんら声大きいで。しかしショックやわ。うちあんたが劇場立っとった頃からファンやったのに。それがこないなくどいこと考えるなんて。いやいや、劇場と町のために泣く泣くやで。ほな、決勝もよろしゅうな。はいはい。せやけど、ラフレンの代わりが見つかってほんまに良かったですね。ラフレンへの打診前やったんもついてましたし、結果的にラフレンよりもええ素材でしたし。レンバーロが話の分かるやつでよかったで。一戦目もうまくいったし、あとはもう寝てても決まりや。嘘やん。あいつが八百長。こないな大事な大会で。俺にはあいつはどんな手を使っても勝ちたいタイプに思えるがな。のやつとちゃう。あいつはレンバーロは俺と同じお笑いが大好きなええやつやったんや。お前おもろいやん。俺とクモや。俺レンバーロ言うねん。俺ちっちゃいやんか。そんな俺がこのちっさささかてにとって天下取ったるね。ちっちゃいハービンが誰よりもビッグになるんや。どや、おもろいやろ。見たか、あの人らのネタ。あのネタいつまでこすんねん。
せやけど受けてたな。俺らも鉄板ネタ作らんと。もっともっと笑わせよな、俺らの漫才で。レミバーロ、嘘やろ。お前がそんな卑怯な真似。お前やとしたら俺は一体相方の何を見とったんや。それにレンバーロだけやのうて大会側も来るやなんて。俺は一体何を信じたら。あかん、こないなとこでボケっとしとる場合ちゃうわ。教えたらな、有利に。ごめん、ごめんな有利。俺らどんだけ頑張っても優勝なんかできへんねん。素人は無駄な努力しとらんと、客席でプロの漫才見とけ。レンバーロ、お前らが決勝戦の相手やなんて、それこそ笑い話や。あんたは何がそんなに不満なんだ。こんなとこまで乗り込んで難癖つきやがって。そんなん決まっとるやんか。騙されとるお前がかわいそうやと思ったんや。言うたやろ、あいつの芸人としての気持ちなんか嘘ばっかりやって。嘘だ嘘だって何なんだ。まったく、あいつは嘘なんかついてない。あいつは大会を諦められないと、どうしても挑戦したいと言った。その気持ちの何が嘘だ。ザ、なんでお前が相方やねん。は、芸人でもない相方作ってそんなんで優勝しようなんて到底本気とは思えんわ。養成所の若手はな、みんな今大会での優勝を目指しとんのやぞ。足やて、なんやそれ。命の恩人やからなんやねん。芸人なめんな。
お笑いが好き、熱意がある、そんな当たり前やから。芸人はそれでつまんのや。誰かの笑顔見たいとか、みんなを笑かしたいとか、そんなん趣味でやれ。芸人はな、売れてなんぼや。金にならん笑いに意味なんかないね。それはあいつは綺麗な夢ばっか見腐りよって。夢を見ることの何が悪いんだ。誰かの笑顔を望んで何が悪い。そんなんならその誰かの前でやっとれ。舞台に上がろうとすな。芸人にとって笑いは仕事や。苦手な笑いでもグイグイ突っ込んでかなあかん。あいつはそういうハングリー精神が欠片もない。だからあいつは芸人やない。いつまでたってもただのお笑い好きや。そんなやつが芸人としておもろいわけないやろうが。あいつはおもんないね。楽年でも芸人しとったのは俺だけやった。おもろいのは俺だけやった。あいつはな、俺の笑いのおこぼれもろとっただけやねん。俺は入れたかった。当たり前や、芸人やからな。養成所から斡旋された漫才以外の仕事も業産受けたかった。せやけどあいつは劇場やストリートでネタやって着実に漫才の実力を上げたい言うとった。それも鍛錬することの何が悪い。素人には分からんやろうな。芸人はな、いろんな方面に顔を売るんも大事なんや。顔が売れれば何かの時に思い出してもらえる、使ってもらえるんや。そうやって活躍の場を増やして知名度を上げるんや、有名になるんや。ああやって弁取りたいね。活躍の場さえ増えたら実力なんて後からついてくんねん。仕事くれるわけちゃうやろ。俺にハングリー精神が欠けとる。それは気づいとったけど、俺はあいつの笑いのおこぼれもろとっただけ。そんな思ってたんか。ずっと我慢しとったんか。俺がおもろくないの、ガツガツ前に行かんの。
マンして俺に付き合ってくれとったんか。せやから時間の無駄やったんか。そやからって八百長はちゃうやろ。その嘘はあかんやろ。あいつが本気じゃない、芸人を舐めてる。芸人としての気持ちが嘘ばっかりだ。あいつが面白くないだと。そんなわけがあるか。素人のお前が何言うとんねん。素人がなんだ、てっぺんがなんだ、肩書きが笑いを取るわけじゃねえ。ちくしょう、ラフィットはあんたをどんな思いで見送ったか、それすら考えねえで。弁とか素人とかどうでもいい。あんたは肝心なことが分かってねえ。素人の俺にだって分かるさ。あんたがなんて言おうが、ラフィットは、あんたよりずっと芸人だ。あいつのノートを見たのか。あんたのために作ったネタで埋まったページ全部に目を通したのか。あんたが舞台で受けるように何冊もびっしり書いてたんだ。それに、大木さんはビッグになるで。ああいう不思議っ子キャラクターがお笑い界に旋風を巻き起こすんや。団長もええよな。普段ニコニコ笑おうて無邪気な顔しとるのに、たまにコメントするのやろ。この船にはおもろい人間がぎょうさんおるよな。ユーリ見てみ、あそこの角でもコンビがネタ見せしとるで。おーおー、受け取る受け取る。お客さんらみんなええ顔しとるな。俺らも負けてられへんで。誰の芸を見たってあいつは必ずいいところを見つける。無論ライバルのあんたたちのもだ。誰からでも学んでそれを力にする。あいつは寝ても覚めても笑いのことしか考えてねえのに。あいつはいつだって誰よりも笑いにまっすぐだった。なのにあんたは仕事だ金だと。
元相方が聞いて呆れるぜ。舞台の外で俺たちをけなして何になる。勝負をするなら舞台の上だろ。はっちくしょう。ここで何を言ったって無駄だ。俺はあんたとは違う。俺は何があろうとこの大会をラフィットと戦い抜くからな。相方に背を向けることなどせん。幽霊何を信じたらええかなんて。やったな。ユーリがこんなにも俺の味方してくれとる。俺のこと信じてくれとる。俺も同じだけ信じな。ユーリとユーリが信じる俺を。あんた、あいつに突然解散を告げたらしいな。人を笑わせたいってやつが人を大事にしないのか。芸人ってそんな生き物なのか。目の前の相手の笑顔を奪うやつが人を笑わせたいって。いう芸人のボケってやつなのか。それは俺の知ってる芸人は違う。あいつは人の笑顔が好きで人を大事にするやつだ。なのに、あんたはずっと黙って聞いてりゃ好き勝手言いやがって。実力は後からついてくるだ。冗談じゃねえ。それまでお客さんに中途半端なもん見せていいってのか。そんなの俺はお断りだ。自分たちが納得するまで鍛錬に鍛錬を重ね、完璧とまではいかずとも上達して初めてお客さんに披露する。一つ間違っちゃいないだろ。あいつの気持ちに。一つも嘘なんかねえ。幽霊、ストップ、ストップや。もうええから、切れんのは決勝戦にとっとこや。ラフィット、聞いてたのか。ラフィット、レンバーロ、俺嘘は言うてへんけど、お前はどうや。なんやねん。お前言うてたやんな。俺ちっちゃいやんか。
そんな俺がこの小ささ逆手にとって天下取ったるね。ちっちゃいハービンが誰よりもビッグになるんや。どうや、おもろいやろ。あん時のお前、ごっつい輝いてて、まっすぐでキラッキラしとって、あん時のお前に嘘はなかった。せやから俺らならやれる、てっぺん取れるって思て。人は変わるもんや。俺らが解散したんもお前なりの理由があったんやって。もっともっとたくさんのお客さんを笑顔にするためなんやと思って無理やり納得したわ。けどな、お前今お客さんの笑顔奪うようなことしてへんか。芸人にとって笑いは仕事やって、自分に嘘ついてへんか。自分の嘘に苦しなったから俺のこと嘘つき言うて自分の気持ちごまかせんとちゃうか。お前今漫才やってて楽しいんか。まあいいや、やっぱりここにおってんか。レンバーロー、行くで、出番や。おなんだ。道はもうたがったんや。覚悟もできとる。お前らはずっとそこにおったらええ。俺らは俺らの実力で会場のお客さんら笑わせたるわ。俺らは正々堂々と戦って実力で優勝勝ち取ったる。ラフィット、レンバーロ、キバリア、そのボケはおもんないで。言うたやろ、覚悟はできとる。もしいつかもう一度真っ当な道で頑張りたいって思う日が来たら相談には乗ったる。それだけは覚えとき。最後まで嘘っぽいやっちゃ。そこで見とき、俺がてっぺん取るんもな。どうや、喉調子戻りそうか。
すまん、本番前に。いよいよか。泣いても笑ってもこれで最後。これで結果が決まるんだな。せやな。ずっとネタ合わせしてたけど、あいつらの決勝ネタ見なくてよかったのか。ええね、初戦前はできひんかったし、それに俺らは俺らやから。そうか。しかしなんか客席がざわついてるな。これ場が荒れてるってやつか。一体何が起きてる。まあ気にせんと。それよりなあユリ、大きにな。俺と組んでくれて、俺を信じてくれて、おおきに。なんだいきなり。信じるに決まってるだろう、相方だぞ。それに、中途半端に興味持たれてもラフィットも困るでしょうしねえ。そうやな、やっぱり有利には無理かもな。あんた嘘つくとき声裏返るし。確かにお前俺のことよう分かっとんな。ああ、それとずっと思ってたんだが、芸人ってのはみんなガツガツしてなきゃいけないのか。え、前に言っていただろう、この船にはいろんな芸人がいて、いろんな芸風があっておもろいと。それぞれの持ち味があってよしということだろう。だったら、ガツガツしてない、いや、おおらかで懐の広いラフィットの持ち味もまたよしとしていいんじゃないか。そんな言われたら嬉しいやないか。俺はずっとしょうもないことで悩んどったんかもな。しょうもないとは思わないが、一人で悩むぐらいなら言ってくれ俺に。相方やからな。そうだ、相方だ。よし、ほな行こうか。俺らのべしゃりで思いっきしお客さんを笑かしたろ。お、やってやる。